日の試合の後にポーランドとなんだっけ、どっかコロンビアがやってコロンビアが勝ったからいい感じなんでしょう、流れは。そうですね、グループリーグ突破できる可能性が全然まだあるので、ね、うん、今日はその日本の優勝祈願をしに行こうと。マジでどこに盛り上がりましたか？盛り上がりました。ルナルナさんとシャンコロピーとマイさんと見たんだけど、4人ですか？4人で見たんだけど、ルナルナさんがすごかった。本当関西人じゃん、はい、もうずっと喋ってるの。でも本当にすごかったもう常にみたいな。でももうゴール入った瞬間とかイエーっつって、大鉱山豪徳寺寛永10年。どうですかお寺の感じは？すごい、てか広いんだね豪徳寺って。初めて来たよ、なんか都内って感じが全然しなくていいね。めっちゃすごい。すごっ、招き猫が大量発生。めっちゃいる、めっちゃいる、すごい。何ここは知らなかったんだけど、招き猫。そうなんです。あ、すごいですね。何匹いるんだろうこれ。すごっ。この中に愛ちゃん一人混ざっててもバレないんじゃない？すごい、これはすごい。びっくり。そうなんです、日本の勝利を招くように、うん、おー、そういうことね。そういう意味でここにしました。なるほどね。ずっしりある。で、こんなサイズのやつとかあるの？ほら、ちっちゃいの。これは招かれたいね、招きたいな。じゃーん、招き猫飼ってワールドカップの優勝祈願してきました。これでもう絶対ワールドカップ勝つから大丈夫、わしが勝利の女神になる。で、勝ったらもう一回お礼しに行きましょう。そうですね、うん、日本が優勝したら、優勝したら招き猫奉納しに行きましょう。来ましょう、頑張れ日本。Huh?